DDD とはすなわちディファレントディメンションデーモン、異次元を無制する王の力、たっぷり味わうがいい。永続魔法地獄門の契約書を発動、 DD スワラルスライムの効果発動。融合召喚烈火大王エグゼクティブテムジン、モンスターを特殊召喚。エグゼクティブテムジンの効果発動。フェニックスモンスター効果発動。出現せよ私のモンスターたちよ。生誕せよランク4怒涛王シーザー。シーザーの効果発動。降臨せよランク5狙撃王テル。狙撃王テルの効果発動。DD オルトロスのペンデュラム効果発動。テルの効果発動。 DD ネクロスライムの効果発動。融合召喚生誕せよ烈火王テルジン。モンスターをエキシーズ召喚烈火王テムジンの効果発動。アビスラグナロクのモンスター効果発動。シーザーの効果アビスラグナロクで攻撃。テムジンの攻撃テロゴッドレイジの攻撃。トラップカード発動。それを今実証してみせよう。DD スワラルスライムの効果発動。融合召喚烈火大王エグゼクティブテムジン。エグゼクティブテムジンの効果発動。永続魔法地獄門の契約書を発動。ケプラーの効果発動。 DD スワラルスライムの効果発動。ゼロゴッドレイジの攻撃。DD 魔導剣者ケプラーの効果発動。永続魔法地獄門の契約書を発動。 DD ラミアの効果発動。DD オルトロスのペンデュラム効果発動。
3D スワラルスライムの効果発動、融合召喚レッカーオテル人、狙撃オテル、テルの効果発動、 3D ネクロスライムの効果発動、融合召喚レッカーオテル人、テルの効果発動、モンスターをエクシーズ召喚、テルジンの効果発動、テルジンの攻撃、You cannot be serious! トラップカード発動、レッカーオテム人の効果発動、永続魔法地獄門の契約書を発動、 3D 魔導賢者ケプラーの効果発動、DD 魔導賢者ケプラー効果発動、永続魔法地獄門の契約書を発動、 DD スワラルスライムの効果発動、融合召喚レッカーオテム人、テム人の効果発動、召喚エクシーズ召喚エグゼクティブシーザー。
何？
ップカード発動。永続魔法地獄門の契約書を発動。 DD スワラルスライムの効果発動。融合召喚 DD 魔導賢者ケプラー効果発動。DD スワラルスライムの効果発動。 DD ラミアの効果発動。 ペンデュラムスケールをセッティング。ペンデュラム召喚生誕せよ。ランク4怒涛をシーザー。シーザーの効果発動。降臨せよ。ランク5狙撃王テル。狙撃王テルの効果発動。テルの効果発動。融合召喚劣化大王エグゼクティブテムジン。テムジンの効果発動。魔神王の契約書の効果発動。融合召喚劣化王テムジン。エグゼクティブテムジンの効果発動。テルの効果発動。モンスターをエクシーズ召喚。テムジンの効果発動。モンスターを特殊召喚。アビスラグナロクのモンスター効果発動。テルの効果発動。 DD ネクロスライムの効果発動。融合召喚神託王ダルク。エグゼクティブテムジンで攻撃。アビスラグナロクで攻撃。神託王ダルクの攻撃。オラクルチャージ。